方ないな。今日はどんな戦いが見れるんだ。ああ、走れ。なんとか負けたな。先走るな、ケンシロー。先走るな、ケンシロおい、待て。破人敵。残骸剣三秒後貴様は死ぬ。
おう、ケンカ。察しはついてるぜ。ヘルメットの男の情報だろ。ああ、何か分かったのか。被害状況は分かったが、居場所は分からねえ。だから今、対策本部を作って大捜索中だよ。誘拐以外にも何かしているのか。おう、あの男が方々の店で嫌がらせしたり、街でバイクを乗り回しているだけじゃねえことが分かった。ここ数日であの男は少なくとも10人の人間を殺し、3人の男を誘拐している。男を誘拐。女はさらわれていないのか。ああ、レイの妹をさらった張本人らしいからな。念入りに聞き込みをしているが、今のところ男だけだ。それから手下のような男たちもいるらしい。殺されたのはどんな奴らなんだ。一人は誘拐された男の仲間が止めようとして殺されたらしいが、あと9人はあの男に喧嘩を売った野党崩れのよそ者だな。それにしても何が狙いなのかわからねえ。わからなさ具合で言えば、ケンがこの町に来た時以来だね。おっと、悪気はねえぜ。あの男の居場所の手がかりは何もないのか。手がかりね。お、そうだ、これから二人とも牢獄に行ってみるか。コロセウムの地下の、なぜだ。さっき話した野党崩れどもの生き残りが捕まってぶち込まれているらしい。何かヘルメットの男の情報を持っているかもしれねえ。野党崩れのくせにあの男が怖くて永遠に助けを求めたってんだから、よっぽどだったんだな。わかった。こいつだ。ああ、ヘルメットの男の話を聞かせろ。いい話を聞かせてくれたら干し肉でもくれてやら。へっ、至れり尽くせりだな。牢獄がこんなにいい場所だと思ったのは生まれて初めてだ。余計な口を聞くなら取引はなしだ。おっと、素直に言うから頼むぜ。ヘルメットの男はな、今晩なんかするらしいぜ。今晩？ああ、ヘルメットの男が手下みたいな野郎どもと話しててよ、目星はついた、あとは今夜やるだけだって言ってたんだよ。目星だと。俺らはよ、盗みに入る家の目星がついたんだと思ったのよ。だから美味しい話に乗っかろうとしたのさ。手伝って分け前でももらおうと話しかけたら、今の話を聞いていたのかなんて言いやがって。後の話は聞いてるかもしれねえが、気がついたら俺の仲間が血の海に沈んでたよ。あの男何をしたのかはわからねえが、急に俺の仲間が爆発しやがった。地獄みたいな光景だったぜ。ケン。ああ、北斗神拳だ。邪気に間違いないようだな。ま、
今夜は徹夜で警戒だな。お前らも町を探して回るんだろう。ああ、そのつもりだ。とにかく準備と警戒は怠るなよ。どうも狙いがよくわからねえ。ああ、分かっている。
先走るな、ケンシロウ。先走るな、ケンシロウ。先走るな、ケン。先走るな、ケン。何をする？おい、待て。先走るな、ケンシロウ。先走るな、ケン。先走るな、ケン。先走るな、ケンシロウ。もっと。おい、気をつけろ。おい、待て。おい、待て。先走るな、ケンシロウ。
先走るな、ケン。今日は誰が頼むんだろう。先走るな、ケンシロウ。おい、待て。よっ。また明日から殺していただいちゃうか。うっ。いいな。来るぜ。やっちまうぜ。北斗残骸剣三両分貴様は死ぬ。北斗待て。やりなさい。いた。うわ。先走るな、ケンシロウ。いらっしゃいませ。ありがとう。仕方ないな。今潰しにさ。
死んでくれる。先走るな、ケン。ああ、何も思い浮かばねえ。先走るな、ケンシロウ。何をする？おい、待て。今日も楽しいな。人通りが多いな。いいじゃねえか。先走るな、ケン。先走るな、ケンシロウ。あいつ、そこだっちゃえ。音が出るように改造してもらえねえかな。食べ物食うなさ。臭い息を出す。敵を制するは制する。お前はもう死んだ。先走るな、ケン。おっ、ありがとうございました。
飽き走るな、ケンシロウ。先走るな、ケン。うわぁ！いた。うわぁ！あいつは。仕方ないな。これから生き地獄を味合わせてやろう。悪党に母兵はいらん。待ち続けるのが私の宿命。先走るな、ケン。おい、待て。走るな、ケンシロウ。
待て。お前いつまでここにいるつもりだ。先走るな、ケン。あいつは何見てんだ。臭い息を吐くのはそれくらいにして。
らっしゃいませ。までここにいるつもりだ。何をする。おい待て。ありがとうございました。何をする。おい待て。
と。何をする。おい待て。走るな、ケンシロウ。そこのチビ。
遊んでやるぜ。臭い息を吐くのはそれくらいにして。どうしてどうして。ジャギ。ケン、どいつがジャギなんだ。わからん。ケンでもわからないのか。ああ。だが、この中に本物のジャギがいるはずだ。おそらく偽物の3人は行方不明になっているエデンの民だ。ジャギに似た背格好の男をさらっていた狙いはこれか。しかし、なぜ誰も喋らないんだ。喋らないようにジャギから脅されているのか。いや、飛行疲れ、喋れない状態にされているんだろう。いずれにせよ、むやみに手を出すわけにはいかないな。どうする、ケン。これから4人に同じ質問をする。それに丸かバツかを動きで答えてもらう。なぜそのようなことを。エデンの民は正直者だ。そしてジャギは必ず嘘をつく。たった一人の嘘つきを見つけられれば、それがジャギだ。なるほどな。お前ら正直に答えろよ。よし、ケン、準備が良ければ声をかけてくれ。
準備はいいか。ああ、よし。それじゃあ最初は何を聞くんだ。お前は本物のジャギか。次の質問だ。お前はカジノで暴れたことが。少しは絞れてきているのか。よし、次の質問だな。お前はエデンでバイクを乗り回したこと。そろそろ分かってきたか。よし、次の質問。お前はこれで最後にしよう。何を聞くんだ。お前に弟はいるか。どうだケン。ああ、よし。それでドイツが本物のジャギなんだ。それは本物のジャギが分かったんだな。ああ、本当か。見ていろ。違ったようだな。おい、そう、本物のジャギが分かったんだな。ああ、今度見てる。ジャギ、なぜこの町に来た。お前はバカか。お前を殺すためだろうが。この日が来るのを待ちわびたぜ。ケンシロウ、てめえが俺につけた傷がうずくたびによ、俺の中の憎しみがささやくのさ。お前をぶっ殺せってな。ならばそのささやきも今日まで。俺が貴様に引導を渡してやる。待て、ケン。俺にやらせてくれ。この男だけは自分の手で地獄に叩き落とさないと気が済まん。バカめ。貴様らは俺様の罠にはまったことにまだ気づかんのか。何、どういうことだ。つまりはこういうことさ。あ、アイリ兄さん。お前はタルーか。なんと水晶剣の霊。てめえの妹が二度も同じ男の手に落ちるとは夢にも思ってなかったようだね。なぜお前らが手を組んでいるんだ。ジャギさんとは利害が一致してね。君が消えてくれればジャギさんと僕は大満足。ジャギさんはすっきり、僕らは簡単にエデンが落とせるってわけ。こいつとは酒場で会って意気投合しちまってよ。実に気のいい野郎だ。お前よりこいつが弟だったらよかったぜ。しかし驚いたよ。まさかジャギさんが君のお兄様だったとはね。そんな人がこちら側についてくれるなんて、やっぱり僕は最高についている男だ。タルーガに今回の話を持ちかけたらすぐ俺の案に乗ってきたよ。レイよ、てめえの妹がいる以上下手に手は出せねえだろ。ジャギ、貴様。ほら、どうした。俺を地獄に叩き落とすんだろ。やれるもんならやってみろ。
だけどよ、俺に手出したら妹がどうなっちまっても知らねえぜ。ああ、己、人の皮をかぶった悪魔め。レイ、飛行進探中をついた。俺の声がかからねえ限りてめえは決して動けねえ。ジャギさん、ここじゃ人目につく。そろそろ予定通り。なあ、分かってる、予定通りだろ。いいか、ケンシロウ、こいつら兄弟の命は俺たちに預かったぜ。助けたけりゃコロセウムに一人で来い。俺様こそ真の伝承者だってことを思い知らせてやるよ。覚悟してくるがい。じゃあ、
Huh?
炸裂剣。今回の一連の騒ぎ、話は全て聞きました。以前のエデンはコロセウムで罪人たちが戦い、その結果で罪を裁定してきました。ですが、これからのエデンは違います。これからエデンの統治者であるキサナの名のもとに、あなたたちの罪を新たなる法に基づき裁きを下します。凶王軍の者たちよ、ジャギという無法者の悪巧みに乗り、罪なきアイリさんを誘拐した行為は万死に値する卑劣なものですが、あなた方には生きてもらいます。生きて凶王のもとへと帰り、こう伝えてください。エデンは信仰には屈しない、だが共に生きる道も捨てないと。本気かよ、貴様。やっぱり僕はついてる。てめえ、ついてるとかそんなんじゃねえだろ。貴様の恩情を何だと思って。いいのです、ジャグレ。でもよ、スフィアシティの力が欲しいのなら、奪うのではなく共に正しく分け合う道を模索してもらいたい。それがエデンの代表である私の思いです。一件落着だな。これで俺もこの町を離れられる。行くのか。ああ、ジャギをこの手で始末できたからな。故郷に戻ってアイリと静かに暮らそうと思う。そうか。お前には世話になった。どこかでまた会おう。ああ、いい面構えになりおったわ。なだい。